い、それでは早速始めていきたいと思います。まず下地からです。下地はこちらを使っていきます。ムーのカラーチューナーカラーメイクベース PB です。ワンプッシュ、これで肌をトーンアップします。ベースが終わったらですね、ファンデーションに入っていきます。ファンデーションは最近すごい気に入っているこちらを使っていきます。ファミュのエバーグロークッションのナチュラルベージュを使っていきます。本当にこれ好き、ナチュラルについてくれてお肌のムラとかを均等にしてくれるので、ベストコスメに入るぐらい好きかもしれない。もうすぐベストコスメの時期ですね。ベストコスメ何にしようかな。今年は本当にいいコスメにたくさん出会った気がする。はい、ファンデーションおしまいです。なんかデートメイクって言っても私ベースメイクは特に何も変わらない気がする。はい、続いてコンシーラーです。コンシーラーはこちらを使っていきます。コスメデコルテのトーンパーフェクティングパレットの01番を使っていきます。最初はこちらのオレンジっぽい色を使います。クマがすごすぎて普通のなんか一色のコンシーラーじゃダメになってきました。一回オレンジでクマを隠して、そしたらこの下の2色を混ぜていきます。ちょっと明るい方の色が多めに上に重ねます。はい、クマを隠しました。また口の周りとかにも伸ばします。なんかベストコスメでメイクしてる気分です。今日ちょっとこれもおすすめです、よく使う。はい、メイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーを使っていきます。この辺は最近の毎日メイクと変わらないですね。私のそう、このパウダーをのせることでさらに肌が薄付きに なんだなっていうのが伝わる。だから結構分厚めのファンデーション塗ってもこのパウダーをのせることでなんかナチュラルに見せてくれるので、これはいいんじゃないかな。やっぱデートってなると距離とかも近いと思うので、なんかお肌が綺麗なんだなって思ってもらえた方がいいと思うので、このパウダーは私はいつもつけてます。ベースメイク完成しました。そしたら眉毛を描いていきます。眉毛もいつもの使っていきます。ジェルポークのインディケートアイブロウパウダーの07番。最近はこの真ん中と下の2色を混ぜて使ってます。そう、髪がね明るくなってきちゃったので暗めのパウダーより色がついてる方が肌に馴染んでくれます。皆さんこれからどんな動画が見たいとかありますか？最近YouTube の更新頻度を結構上げててネタがちょっとなくなってきてしまって、メイクが見たいですか、それともヘア系が見たいですか？なんか私の動画って割とヘア系の動画の方が再生数が回ってくれるのでどうしようかな、悩み中です。あとあれやりたいんですよね、なんか垢抜けた理由みたいなやつとか、なんかこう語る系喋る系、私の語彙力のなさが多分出てしまうけどはい、眉毛おしまいです。スックのシグニチャーカラーアイズの04番のこの色、オレンジっぽい色を使っていきます。広めに。私はもう最近はアイシャドウは指で塗ることが多いですね。同じ色を下にものせていきます。そう、聞いてください、私昨日 DKU の木本さんと一緒にサウナに行ってきたんですけど、本当に良すぎて本当にやばかった。どっちが公開されるのが早いか分かんないんですけど、詳しく木本さんのね YouTube よかったら見てください。はい、一色おしまいです。そしたら紫とピンクをちょっと混ぜます。手で色味を少し重ねてあげる、少しだけ。はい、そしたら下のこの2色を混ぜて下に入れていきます。こんな感じかな。そしたらベリーシャドウの03番、ちょっとね折れちゃったんですけど、これなんかねラメが入ってて可愛くて涙袋に使います。明るくな
はい、こんな感じです、アイシャドウ。そしたら白の GG リップスティックの9108番、生姜の味がする、匂いがする。なんか目元も甘くて口元も甘くてチークとかも甘いとちょっと昔のモテメイクみたいになってしまうので、私は流行りのカラーを入れたりとか、ちゃんとトレンドとかを意識したおしゃれなデートメイクがいいかなと思って、口元はこういうレッドブラウンみたいな色ですね。でもシアーなので発色いいんですけどナチュラルについてくるな。そしたらアイライン引こうかな。カロミーのリキッドアイライナーのブラック、じゃん、これくらい揺らします。この間秋メイクの動画上げたじゃないですか。 それでコメントがすごい嬉しくて、前のメイク動画の中でマスカラの工程がめっちゃ好きって言ってもらえたので、今日もちょっとマスカラを塗るのに命をかけて撮りたいと思います。そう、マスカラを塗る前に私のこだわりなんですけど、まつげがこう今さ結構なんかこういう方向いちゃったりこういう方向いちゃったりしてるの分かりますか？この辺が、それを指で一回自分の理想のまつげにしてあげる。ならないかったらなるまでビューラーをし続けます。あ、いい感じかも。そしたらエレガンスのカールラッシュフィクサーを使います。はい、乾かします。その間にハイライトのせます。 NM の307番、ルーセントを使ってきます。そう、このねルーセントがアットコスメ東京さんに買おいてもらった時にこのカラーがね売り切れてて、結構早い段階ですごい嬉しかった。私も推しでめっちゃ使ってるので、なんかみんなにそれが届いたんだなって思うとすごい嬉しいです。でマスカラを塗ります。マスカラは最近ハマってるこちらを使います。モテマスカラのブラウンを使っていきます。そう、このマスカラ結構液がたっぷりつくのでつきすぎないように気をつけてください。逆側も塗っていきます。そしたらコームは絶対一応もうアート工作作り込む感じですね、いつも。下にものせます。はい、こんな感じかな。そしたらチークかな。はい、 NM の302番のポエトリーというカラーを指で取ってのせます。かわいい。これで結構一気にデート感が出たんじゃないかな。最後に涙袋の影を描きます。ケイトのダブルラインエキスパートの LB の1番、描いたらすぐになじませる。あ、ラメのせよ、ラメということで最後にラメをのせていきます。こちらです。 NM の308番のセリーンというカラーをキラキラしたいので黒目の下だけ。はい、ということで私のデートメイク完成しました。イエーイ。私はデートするとしたら意外とストレートな気がするんですよね。髪はねあんまり巻かないかなと思ってて、でなんかいつもシュシュとかを持っていくかな。シュシュを持ってってなんかお食事の時とかにこうやって一つにまとめてあげたりとかできるように、大きめのシュシュは持ってることが多いかもしれないです。私のポイントはですね、やっぱり甘すぎないカラーを使うことですかね。デートだからといってなんか張り切ってピンクとか使うんじゃなくて、あのしっかり肌に馴染むようなカラーを使ってあげて、だからといってこうやりすぎない感じ、バランスが大事なのかなと思います。はい、よかったら真似っこしてみてください。はい、ということでよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、バイバーイ。